北九州市の旦過市場で4月に発生した大規模火災について警察は現時点で出火原因の特定が困難だと判断していることが捜査関係者への取材で明らかになりました。4月19日旦過市場で起きた火災では飲食店など42店舗が焼けました。初期の消防への通報内容や目撃情報などから火元は旦過市場と隣接し最も焼損が激しい新旦過横丁内にある飲食店である可能性が高いとみられています。これまでの警察や消防の調べで火元とみられる店内には電線がショートした痕跡はあるものの火災の前後どちらのものかはっきりとしないことや第三者による放火の痕跡がないことが分かっています。捜査関係者によりますと警察はこれらの捜査結果から現時点での出火原因の特定は困難だと判断したということです。